ちは、ブルージュです。今日は我の直し方4日目の作業をしていきます。だいぶ時間が空いてしまったんですけれども、綺麗に漆は乾きました。これは金で直す予定なので、今1度目のベンガラが塗ってあります。これをサンドペーパー1500番かこの特さを使って研いでいきます。水をつけて、特さを動かす向きを気をつけてください。こう研ぐと上滑りして研げません。特さの筋目とこの線が直角になるようにこんな感じで動かしてください。中も外もうっすら白く曇るぐらいに研げたら、次は2回目の漆を塗っていきます。次はため漆を塗ります。ため漆を作ったものをお持ちの方はそのまま使ってください。今日は私は木漆から作ります。少し出して、ヘラで塗ります。フェオレ色の色から濃く入れた紅茶の透明感のある焦げ茶色になるまで混ぜてください。はい、できました。ため漆の完成です。ではこれを筆で塗っていきます。前回使った筆は油がついているので、一度エタノールやテレピンで洗ってから油気を落として筆を使います。水研ぎに使った水は一度捨ててもらって、ボウルをきれいに拭きます。ボウルに溜めたエタノールやテレピンで筆を洗って、ティッシュで軽く筆先を整えたら書いていきましょう。どこか小指で支点を決めて細く長く描いていきます。苦労してくださいね。線が描けたら、これをまた1日風呂に入れて乾かします。では我の直し方4日目の作業でした。道具のお片付けです。使い終わった筆はエタノールやテレピンでよく洗って、ティッシュで軽く拭いたら油をつけて保管します。筆先が曲がらないようにキャップをしておきましょう。
ヘラやガラス板はエタノールできれいに拭いておきます。この時も皆さんしっかり手袋しておくのを忘れないようにしてください。はい、綺麗になりました。4日目の作業おしまいです。